オリ2連勝。楽天オリックス23回戦、オリックスが楽天に5対2で勝利。オリックス勝ちました。珍しくサクッと終わった。去年みたいな試合運びできるように戻った。残り全部勝てよ。消化試合で楽天に勝っちゃった。ペルドも4セーブ目。ペルドもゴッジョブ。高島2勝目。高島は谷間の先発としては十分合格点だわ。渡辺のスクイーズしぎれたね。若月よかったで。太田さんの一発聞いたな。茶のよく打ったわ。楽天負けました。終わったわ。はい、終戦。スタメンだけで戦うのはつまらないぞ。首の皮切れたか。 T クラス狙える位置にいたのに。5号で始まり5号で終わった。田中なんか出してるからだ。2ゲーム差はデッドラインだな。これ以上離れたら罪や。オリックス先発高島5回1失点。高島ようやっとる。高島なんとか抑えたな。高島5安打で失点1だけだから運もあったな。オリックスリリーフ鈴木2回1失点。広島エース。広島失点しても試合を壊さないね。広島4やっとるわ。オリックスペルドもセール。ペルドもナイス。ペルドも最高や。ペルアに来年も頼ます。楽天先発田中5回4失点。今日のまあそんなに悪くなかったけどな。田中やっぱりダメだったか。この状態の田中を投げさせざるを得ないチーム事情悲しい。楽天リリーフ渡辺1回1失点。ナベショーあかんのか。ナベショー当たり前のように打たれるようになったな。ナベショー最近は1イニングすら抑えられなくなってきた。オリックス打撃成績。セデーニョギヒ。セデーニョナイス。セデーニョはこれができる。渡辺スクイーズ。ハルトやるやん。渡辺イースクイーズスタメン決定。若月タイムリー。若月いいよ。若月いい打撃やな。太田ホームラン。太田復活や。太田の右は飛ぶ。茶のタイムリー。茶のナイスや。茶のドラクサイヤ来た。楽天打撃成績。浅村先生タイムリー。浅村ナイス。浅村さんさすがや。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。